はい、どうも、吉谷です。今回ですね、塾生さんから報告いただいたのでシェアしていきたいと思います。報告ですが、カメラ2台が売れました。2台で6000円ちょっとの利益となりました。もうカメラがないので、また仕入れたいと思います。ありがとうございます。ということで、結構カメラがちょいちょい報告もらってるかな。カメラ、ね、カメラ転売は、5月セミナーしますけれども、カメラ転売はね、これ見てほしいんですけどね、やられる方は。実際やれば、結果出るんで、このカメラ転売の、転売で稼ぐですかね。転売、これですね。カメラ転売で稼ぐですね。ここに20講義ぐらいはありますんで、セミナー映像も含めて。20講義ぐらいはあるんで、で、この、サイト式カメラ転売っていうのが、実際その、僕のお客さん、その、セミナー映像ですね。そのセミナー映像って何かっていうと、このセミナー映像を単品で買ってくれたお客さんなんですけど、このセミナー映像を見てくれて、で、カメラ転売を全く初心者の状態から始めて、で、稼げるように今15万ぐらいですかね。15万ぐらい稼げるようになったという。で、それでちょっと講義提供してくれないかっていうので、僕が、オファーして、で、講義の方を提供してもらったんですけども、こんな感じです。で、あとセミナーも今度します。5月に一応サイト式カメラ転売、斉藤さんとセミナーをやろうっていうことになってますんで、何やっても稼げるんですけども、転売の中で利益取りやすいのはカメラかなっていうところですね。ただカメラの、問題点っていうのが、やっぱ参入障壁、心理的な参入障壁が高いかなっていう。カメラいじったことがないっていう人が本当に大丈夫かなっていうところであるとは思うんですけど、慣れですから。結局は慣れなんで、慣れれば、売れますよ。何でも慣れなんですけどね。動画を撮るのにも慣れだと思いますし、ただ利益は取りやすいですからね、カメラは、本当に。で、あとやっぱね、ライバルが非常に少ない。参入障壁が非常に高いので、参入障壁が高いっていうのは心理的な参入障壁が高いんで、ライバルがあんま増えないんですよ。他の瀬取りとか、安いものを仕入れてやりましょうよりかは。やっぱり精神的な参入障壁が高いので、そこがチャンスかなと思います。はい、ということで、結果報告いただいたのでシェアしました。ありがとうございます。